このメニュー。どうも、14歳 VTuber の星のニアです。ボイスロイドのキズナあかりです。ゆっくりニアとあかりの、チキチキチャンネル。今回の動画のお題はこちら、鬼滅の刃。鬼殺隊入隊、編、もしくは、兄弟の絆、編のレビューをしていきます。アニメだと1話から5話までの話。かまど炭治郎が、鬼舞辻無惨様によって家族を奪われてから、水の呼吸を身につけて鬼殺隊に入るまで。とにかく、炭治郎が、なぜ鬼と戦うのか、戦えるのか、の理由づけの話よね。いろいろあって伝承されてた火の神神楽や、最後まで大活躍の投擲スキルを除くと、戦闘能力なかった主人公だしね。週刊少年ジャンプという序盤の打ち切りが大変な中で、思い切った作りだと思うわ。ただ序盤をしっかり丁寧に書いたことが、鬼滅の基盤と分かりやすさを伝えてると思う。うん、鬼滅は分かりやすい。鬼になった妹を人間に戻す。無惨様と鬼軍団による犠牲を止める。炭治郎が戦う動機で、鬼滅の刃の物語の根幹でもある。水柱、富岡牛の登場も印象的だわ。ワンピースのシャンクスから、チェンソーマンのポチタまで、1話で出てくる先人キャラは、作品全体の印象になるわね。鱗滝さんとの主要編が、やや高頭無形だけど、少年漫画的に強くなれそうなものが多くてまた良いんだ。ベッタベタの修行シーンの序盤から入れてくるのは、一周回って思い切ってるわよね。だから鬼滅の序盤は、とんでもなくわかりやすいんだよ。ある時代で抑え込んでたものを、そのまんま突っ走ってる。炭治郎に、水の呼吸を教えるサビトとマコモも印象深いわ。サビトとマコモの存在が、鬼滅でよく出てくる霊界チャンネルのチュートリアル的な存在になってる。死者が語りかけたり継ごうとしてくるものを、そういうものがあると見せてるのよね。鬼殺隊として、鬼から人を守るという意志が継承されるものとしても書かれている。みんな鱗滝さんの子供なのよね。炭治郎や義勇さんも含めて。村田さんも忘れるな。そして、最終選別のボス、デオニもいい味出してるわよね。サビと山子もらを食い殺してきたて鬼も、加害者にして、また鬼にされた被害者でもあった。鬼滅全体に通じるけど、兄弟のモチーフは前編通して出てきて、かまど兄弟の if として立ちはだかる。禰豆子が、もし人を食ってしまったら。炭治郎が、もし鬼にされていたら。そうした、もしも、の可能性もずっと念頭にあるからこそ、炭治郎は死に際に改心したり家族愛を思い出した鬼を見とるんだよね。とにかく、鬼滅の土台が詰まってる序盤よね。この序盤で、かまど炭治郎という少年が、どう戦うのかほぼ全ての根幹を作ったまま完走したからこそ、鬼滅の刃はすごいと思うんです。では、次回、沼鬼編にご期待ください。